どうして小暮さんのこと知ってるの？浩平君から聞いたわ。そう。じゃあやっぱりもうお願いするしかないわね。あなたに新しい毒を作ってほしいの。アドキシンの純度を上げて即死するような毒を。何に使うつもり？浩平を殺す。当然の報いよ。この不毛な6年間あの人は私のプライドをすり減らした。その挙句にスタンガンで襲って2億円を奪っていった。もちろんただでとは言わない。2億円とこの店の権利を譲るわ。